はい、こんばんは。こんばんは。リルチ君。はい。これはもう、鳩サブレだよ。鳩、うん、いきなりだけど。待って、待って、あなた。リルチのクッキー。多分これがあなたのよ。顔見てごらん。あ、行ってみましょうか。棒に目がついてる。これ、絶対、似てねえと思うけど。あ、なんか上にちゃんとコーティングされてるのもあるね。君塗ったんだ。うん。なかなか芸が見せた。鳩サブレ。いただいてみます。どうぞどうぞ。リルチ君のクッキーが。これお母ちゃんと手伝ったら分けて1回目カチンカチンで、2回目は真っ黒で、3回目はうまい、でしょ、3回目サックサクで、4回目サブレ、ハトサブレになりました。あ、今日はオーブン、オーブン、あ、デロンギのね、あれ、うん、やっぱムラがないといいね。前、あの電子レンジの、あの機能を使って金属を折ってやったんだけど、ただ周りしかやんなかったから、うん、一番真っ黒でになって、一番反応がなかった。で、本題、なんで鳩サブレになったんですか？あの、今日は油少なくついて、うん、余った卵をぶっさり入れた。卵だ卵は鳩サブレなんだ。庭で採れたラベンダー入れたんですか？はい、これ。このラベンダー。ありがとうございます。はい。これ、軸は何になるんだろうね。ん？楽しみだね。うん。父ちゃん、個人的にヨックモックが好きなんだ。あれ作ってみて。ぐるぐるっと回ってる。そう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 、無理か。あ、作れる。じゃあお願いします。はい。はい、じゃあね、締め。はい。